目して見るがいいっす。これがオイラたちが作ってる船、名付けてマナガッターっす。第七西暦宣言の後、俺たちは一時的に親方の元を離れ、
タイニーブロンコの後釜としてこの新型飛空艇の試作をしていたんだ。なかなか活かした船だろ。こいつらの基礎設計がしっかりしていた証拠だ。変属性クリスタルを使った属性変換機構、あの機構の原理を応用して周囲のエーテルを風属性に変換し、特殊加工したハンプで捉えて浮力を得る。そのアイデアを聞いた時はさすがの俺も舌を巻いたぜ。ただちょっとばかし弱点もあるっす。この変属性クリスタル式浮行装置はまだパワー不足なんだ。船体を浮かせるほどの浮力を得るには風属性のエーテルが濃い場所であることが条件となる。簡単に言うと飛べる場所と飛べない場所があるってことっす。それに近頃じゃイシュガルドの大型飛空艇建造で作業が止まっていたこともあるしね。完成には少しばかり時間が必要だぜ。そんなに慌ててどうしたっす？皆さんここにいたですね。ウルダハからすんごい情報が入ったのです。ナナモ陛下に関する重要情報です。よし、マナカッターの準備は俺たちに任せておいてくれ。なに、暴風の壁を突破するための機構もしっかりつけて準備しとくぜ。お前たちは牛親父たちを助けてやってくれ。わざわざすまないな。何をおっしゃいますか。お加減の方はよろしいので。ああ、問題ない。加
監獄暮らしで衰えていた体力もだいぶ戻ってきた。ヒギリ殿らの看病のおかげでな。それで何か動きがあったのですか？うん、ナナモ様の居所につながる情報がいくつか入ってきた。リララからの報告によると、最近大量の錬金薬が王宮に運び込まれたそうだ。早速パパシャン殿と協力し調べてみたのだが、王宮に持ち込まれた錬金薬の出所はフロンデール薬学院だった。同薬学院の前院長が発明した秘薬だそうでな。長き昏睡状態にある患者の肉体を保つ効用があるらしい。長い昏睡状態。ではやはりナナモ様は。そうだ、王宮のどこかで眠られておられるということになる。デュララの話が誠であるという証拠と言えよう。我らはナナモ陛下を目覚めさせる手立てを得るため、いかにして昏睡状態となったのかを知る人物、暗殺の実行役となったであろう侍女を追っていた。犯行に用いられた昏睡薬が何なのか、そのものに直接問いただせばよいだろう。居場所を突き止めたからこそそなたらを呼んだのだからな。これより九段の侍女のもとへ赴き、身柄を確保する。ただし彼女がいるのはシルバーバザーだ。さびれた小村といえど人目につくのは間違いない。我らが動いたと知れば凶悪派の連中も黙ってはいないだろう。我が輩もこのありさまだ。最悪の事態を想定し、手だれである貴様に協力を頼みたい。ナナモ様のため力を貸してくれまいか。恩に着るぞ冒険者。よし行くぞ、ウルダハオ、ナナモ様を取り戻すのだ。
元七も女王陛下付きの侍女メリエルさんですね。知りません。そんな人、失礼します。ラウバン様。話してもらおうか、ことの真相を。その問いにはわしが答えよう。カルテノーの地下深くに眠る脅威オメガを手中に戦としたテレジア・デレジはフロンティア計画なる小細工を仕掛けた。だが陛下が王政を廃するつもりと知った奴は計画を変更。陛下を傀儡として操るよりも暗殺することでことを一気に推し進めようとしたのだ。どうやら尊長王家の血を引く小娘を用意し女王のすげ替えを企てておったようだな。テレジア・デレジはもはや抑制が効かなくなっておった。ゆえにわしはこの陛下暗殺計画を利用し奴自身を排除することにしたのだ。では、ナナモ様は？わしが陛下を支持する道理はない。聖章とは祭りごとあってのもの。だからその女を使い、毒薬を昏睡薬にすり替えさせたのだ。この件はラウバーン、貴様の友人であるイルベルドも知ってのこと。あえて暗殺がなったと告げることで貴様を激高させテレジア・デレジを始末させる。まさかこれほどうまくいくとは思わなかったぞ。貴様ら、やはりクリスタルブレイブ創設以前から通じていたのか。そういうことだ。イルベルトはクリスタルブレイブを利用するためわしが盤上に置いた駒だった。そもそもあの組織の設立資金がそうだ。あれだけの金額の大金が動いたのだぞ。わしの金を流し込むなど造作もないことよ。イルベルド、あれはアラミゴ奪還に燃える執念の男。わしが実権を取った後奪還を支援すると訳して手を握った。やつは言っておったよ。ナナモ陛下にこびるラウバンはまるで女王の忠犬だとな。祖国を捨てた裏切り者とも言っておったか。しかしその執念も異様なまでに膨れ上がっていった。わしは貴様を殺そうとはせなんだが、奴は違ったのだ。もはや奴はわしの手駒とは呼べん。
貴様も陛下も生きておる。死体が一つに逃亡者が一人、汚名を注ぐ準備もできた。ラウバーンよ、この辺りで手打ちにしようではないか。これほどの陰謀をめぐらしておきながら手打ちだと。控えなさい、ラウバーン殿。あなたが正式な裁きを経ず、テレジア・デレジを殺めたこともまた事実。女王陛下への忠誠心ゆえとはいえ、あなたに非がないとは言わせませんわよ。ロロリト殿。ナナモ陛下を目覚めさせるための飛躍、これが和解の証だ。陛下を私室に移しておいた。偽りだと思うなら、わしを人質に王宮まで来ればよい。貴様の陛下への忠誠、信じてよいのだな、ロロリト。ラウバーン殿は本日をもって不滅隊局長へ復帰。ウルダハの民は再びナナモ女王陛下のもとに集い、新たな歴史を歩みますわ。